にちは。はい。豊さん、早いものでもう前半戦が終わりと。ああ。早い。なんかね、時が経つのが早い。年々というか、俺はめちゃくちゃ早いよ、なんか。早くない？いや、毎年早くなってきてますよ。それは年のせいか。そうです、ね、そうなんかな。いや、やっぱそうみたいですよ。年取ると早いって1年が。そうな。なんかね、年取るとなんか、無駄に腹立つ時あるんですよ。それちょっとよくない。いやいや、タクシーの運転手この前乗ったら、はい、博多で、はい、めちゃくちゃ不愛想なんだよ。なでトランク入れるのに、うん、こう荷物を、はい、あこれ面倒だなと思ったから、うん、俺の隣の席開くじゃん、うん、そこにポンと入れたんだよ、はい、で運転手さんが後ろにわざわざ来てくれたんだよ、はい、あすいませんって言ったら、うん、何にも言わないんだよ、うん、えみたいな、うん、であどこどこ行ってってどこホテルって言ったら、うん、えとか言って愛想もクソもないんだよ、いやお客さんだからさ、はい、みたいな、そういうのがね腹立つ時あるんだよ。年のせいなのかどうかわからない。何ですかね、まあ、無駄に話しかけられても困るけどね。あ、まあね、はい、まあね、いろいろありますけれども、はいはい、早いもので前半戦も終わりというところで、はい、ここで豊さんにちょっと前半戦の総評というか振り返りをしてもらいたいと思います、はいはい、セ・パ12チーム、はい、まずさセ・リーグからです、はい、でセ・リーグ7月の現在14日時点なんですけれども、はいはい、のその順位でいきます、はい、阪神です、はい、阪神はよくやったよね、はい、まあ、岡田監督は当初そんなに、ね、飛ばさなくてもいい、うん、ね、5割をこうキープしながら少し貯金がある程度ぐらいでいいって言ってたんだよね、はい、だからまあ思惑通りにはいってると思う、うん、ただ問題が発生したのはやっぱ後ろの方のピッチャーね、はい、浜地は戻ってきてるけど湯浅とか、まあ、そういった人間が抑えとして機能ができなくなった、はい、まあ、ここら辺がやっぱりちょっと誤算と、まあ、打者で言えば近本怪我、まあ、ノイジーがそれほどでもない、まあ、サトテルがやっぱりちょっと悩みの種になってるっていうぐらいでね、はい、まあ、だけど1位をキープできたっていうことは後半に向けてね、はい、まあ、いいんじゃないかなっていうような気がする。それはなぜかというと森下っていうのが打ってきてるし、はい、まあ、ルーキーとしてではなく中心選手になりつつあるよね、はい、で前側っていう左の優秀なバッターが出てきたっていうことを考えると、まあ、本当によくやったし、はい、まあ、当初一番不安視されたショート、はい、まあ、木浪と大畑とどっち行くかって、うん、で木浪が本当によく頑張ったよね前半戦ね。後半に向けてはやっぱ抑え、そういったことがどうなるかということだけで、点の取り方もちょっと下手だけどな。ちょっとね、うん、打線の流れは悪いけどもね、うん、ここら辺をどうしていくか、だからまあ前半戦は1位という位置をキープ今現在してるわけだから、うん、まあよくやったんじゃないの。そうですよ、ね、いや、よくやったと思うよ、ね、先発の核となるエースの青柳投手が一回ファームに落ちて、でまたカムバックして戻ってきたっていう、そこがあったのに1位をキープできてたっていう、それを考えると、はい、まあ、1位というところにいるわけだから、はい、まあ、よくやったって思うよね。もうよく変えたらキリないからね。あ、そうですよね、うん、さあ2位の DeNA です。 DeNA な、ここもよくやったけどもっとできたかなっていう節はあるよね、うん、例えば守り方であったりだとか、はい、走塁面、まあ、最近また良くはなってきてるけども、ただその三浦監督も早めに動いたりだとか、まあ、いろんなことをしながら、最初バウアーが勝てなかったとか、うん、でも勝ち出したとか、はい、まあ、いろんないいものはありつつも、まあ、阪神の頭をずっと許してたということを考えるとね、うん、もうちょっとできたんじゃないのかなって、やり方によってはね、はい、関根も頑張ったし桑原もそれなりに頑張ったと、うん、でそこら辺の 1,2 番を組むのもちょっと遅れたような気もするし、そうですね、前半がねその打順っていう意味で、うん、そうそう、はい、まあ、佐野が1番打っててね、はい、佐野の適性よりも関根桑原の方が 1,2 番の適性はあるよね、うん、だから佐野も苦しかったとは思うし、はい、佐野がクリーンアップとか、うん、クリーンアップを支える下に行くとか、はい、まあ、そうなってくるとなんかこう落ち着いて戦えるのかなっていうような感じがするけどね。そう、まあでも、まあ、2位ということで離されてないから、はい、まあ、よくやったかなっていうふうには思うけどね。そうですね、うん、まあ、最近の傾向としてやっぱ飛び出すとやっぱどっかでひっくり返るというね、はい、まあ、そういう傾向にもあるし、だからまあそれ考えると、まあ、2位の位置でよく頑張ってたなっていうふうには思うけど、うん、さあ3位広島です。はい、まあ、広島もここのところこう怪我人がねちょこちょこ出てきて、
最大のそのポイントだったのは坂倉をキャッチャー専属にしてみたいな、うん、でもここがやっぱこう機能してきたよね。そうですね、ようやく、まあ、それとやっぱ先発ピッチャーの頑張り、はい、だからまあ徳田にしろ栗にしろ、うん、まあ、非常に効率いいスタートっていうのがね、はい、リーグワンツーだから、はい、投手陣は本当によく頑張ってるし、うん、中継ぎ陣も、はい、まあ、ターリーという人間がね、うん、まあ、出てきて矢崎、はい、栗林がねちょっと離脱するとか、はい、ちょっと体調面でもねおかしくなった時に支えたという、はい、だからまあ全体的にこうチームとしてよく頑張れたんじゃないかなっていう。でまあ田中康介も、ね、そうなんですね、復活したしね、はい、まあ、西川という4番がねちょっと苦しいかなとは思うけど、そうなんです、ね、やっぱこう外国人、はい、マクブルーがいなくなり、はい、そうなってくるとやっぱちょっと打線的には苦しいけども秋山と西川が前半引っ張ってくれたとか、はい、それに、まあ、坂倉がキャッチャーになれるとともに打ち出したとかね、はい、まあ、そういうところはあるけども広島はこれからかなっていう感じがする、ね、おー、これから、はい、さあ4位巨人です、うん、巨人はやっぱこう中継ぎ陣7回8回みたいな、はい、もう常に言われてて、まあ、そこら辺をそのトレードとか、うん、まあ、いろんな補強でね、まあ、補ってきて、で先発ピッチャー崩して、まあ、BD っていうのを、はい、まあ、中に入れてとか、うん、まあ、いろいろ苦労しながらね、はい、なんつってもやっぱり野球っていうのはさ、うん、投手陣だからさ、だからそこら辺でのやりくりで、まあ、4位を死守したかなっていう。ジャイアンツもこれからだとは思うけどもね、うん、ただ秋広とか中山もそうだし門脇、はい、こういった人間をうまく使いながら、まあ、よくやってるとは思うけどね俺は。ですよね、その出だしがもう菅野投手がいきなりダメ、そうそうそう、で坂本選手も不調、丸選手もダメ、そういった中からのスタートでしたもんね。まあ、そうだね、はい、ただまあ坂本が良くなったら怪我したとかね。そうなんです、丸が良くなったと思ってもなかなか上がってこないとか、うん、まあ、そういうストレスを抱えながら、まあ、この順位というのはね、はい、まあ、ブリンソンね、あんなに暴走しなければなみたいなありましたね前半、まあ、そういうこともあるしね、はい、だからまあいろいろ苦労しながらやったと思うよ、うん、中田も途中で、ね、そうなんですよね、怪我するしな、うん、で岡本をレフトに1試合だけ回して門脇、まあの守備っていうのはね、はい、見せ場も作ったし、うん、大城もよくやってるしな、吉川尚輝選手も最初すごい悪かったというか、まあ、そうだな、ですけど機能しなかったからな、はい、そういう点では、まあ、よくやったのかなとは思うよね、うん、はい、さあ5位ヤクルトです。やっぱりあそこのチームって、まあ、サンタナ・オスナっていうのは非常に頑張り屋でね、頑張ってるけど、まあ、塩見の離脱が非常に痛いということ、はい、で続けて山田が離脱したということ、はい、村上がやっとここに来て彼らしいホームランというか、はい、が出てきたのかなということだよね、はい、それと長岡がやっぱり昨年ほどの活躍はできてないというね、うん、まあ、2年目のジンクスかどうかわからないけども、もっとやっぱこう2年目としての成長を見せてほしいよね。そうですね、で投手陣も最初頑張ってたけどそうなんですよ、あだけど息が切れるのがちょっと早かったというか、はい、その早く息が切れたのも点を取ってくれないというね、うん、そういう悩みがあったからね、まあ、これも仕方ないのかなと思うけども、はい、3連覇を狙うチームとしてはちょっと寂しい結果だよね。そうですよね、例えばその先発の中でも高橋奎二投手だったり小川投手だったりがなかなか前半勝ちきれなかったりとか、まあ、そうだな、打たれるとか、まあ、小川はね勝ったり負けたりするかなっていうふうには思ってたんだけど、うん、まあ、高橋奎二だよな、はい、高橋奎二がやっぱ勝ちきれないということは連敗しちゃうというかさ、はい、まあ、その中で小沢なんかはよく頑張ってたしね、うん、そうですね、うん、まあ、サイスニードがもう一本柱で頑張ってたみたいなね、はい、まあ、そんな感じもするし、まあ、後ろに行けば清水田口っていうのがね控えててくれて、はい、ただやっぱりこう展開によっては木澤がイニングまたぎしたりとかさ、火の車だったと思うよ、はい、だからここら辺を立て直すかどうかだよね。そうですね、ピッチャー陣、さあそして最下位中日です。まあ、中日はね最初はもう本当打てなくて点が取れないで、はい、細川一人で打ってたという、はい、いろいろ試行錯誤しながら、まあ、ルーキーを使ったりだとか、うん、いろんなことしたけどやっと落ち着いたな、ここに来て、ここに来て、でまあ石川が打ち出したし、はい、戻ってきていきなり4番でね存在感も多少出してたけども、やっとここに来て彼らしいバッティングができるようになってきたのかなという、うん、でまあ途中で動いた宇佐美、
まあ、これがやっぱこう戦力としてね、計算立つようになるし、まあ、細川頑張るし、で岡林は昨年の最多安打っていうのをね、自身によく頑張ってるし、はい、でまあ、大島も2000本を ね、 そうですね、はい、目標に、まあ、すごく頑張ってるしな、うん、ただやっぱ前半あまりにも点が取れなかったから、もう柳とか見殺しもいいとこだったよね、小笠原投手、柳投手、そうでしたね。そうで、涌井もゲームはさ、はい、しっかり作ってんだけどさ、こう勝ち星と負け星がひっくり返っててもいいんだけどね、うん、そういう面ではピッチャー陣にはものすごい負担になったと思うよ。岡林宏斗投手もね、そうでした。勝てなかったな、はい、まあ、ここに来て打ち出したから、後半に向かう前に形がある程度できたかなっていうような感じはするけどね、はい、あと本当にその、まあ、宇佐美投手を取ってきたっていうのも、やっぱりその木下選手がやっぱ怪我でいなくなったっていうのも、はどうするんだろうって前半の中で、まあね、石橋も頑張ってたけどね、はい、まあ、だけどやっぱ宇佐美のバッティングを見ると、はい、宇佐美を使うだろうしね、うん、それと木下が戻ってきても、はい、宇佐美が打つんであれば、あ、やっぱ宇佐美スタート抑えに木下っていうようなね、はい、まあ、そういう図式にはなる可能性はあるよね。でもそういう形が変化できるっていうのはさ、うん、まあ、いいことだしね、はい、うん、だからこれからだよね、中日はね。あの前半戦にただ取ってきた外国人選手たち3名あんまりもう見なくなってしまったんですけれども、いいんじゃない、見なくて見ないんですか。いやだからビシエドが前半全くダメでさ、はい、でも我慢した方がいいなと思いながら、勝ちたいがために我慢もできず、うん、はい、使ってやっとここに来て、うん、結果が生まれてきたかなという感じをするよね、はい、でこれからだよ、ね、これからか。例えばアルモンテ選手だったりとかいましたよね。いるよな、いました。3名取ってきたんですけど、アキーノとかな、アキーノもいました。どうするんですか、ね、いやもうあんまりぐちゃ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 もういじる必要もないと思うよ。今のぐらいがちょうどいいかなって。まあそうだね、うん、リュークも最初全く打てなかったけど、うん、はい、ここに来てポチポチね、そうですね、出始めてできるようになってきたよね。そうですよね、うん、ただショート田中美希也選手が出られなくなっちゃったりとか、まあもう最初からな、怪我だからダメだったですけど、うん、村松選手だったりとか頑張ってますし、まあまあそうだね、うん、だからまあこれからだよね、形作られてくるのがね、はい、さあパリーグです。パリーグ、はい、オリックス。まあオリックスはやっぱ投手力がいいな、はい、まだ不満もあるんだろうけどさ、宇田川がね、そうですね、昨年ほど良くないとか、うん、まあ、そういう不満はあっても先発投手陣がさ、やっぱ安定してるわな、はい、ただ森の自殺があって心配したけど、セデーニョっていうね、うん、外国人が穴を埋めるような活躍もしてくれてるし、だからまああそこら辺はやりくりしながら野手はね、はい、やっていくタイプだから、うん、そういうチームだから、まあ、本当によくやってると思うよね、うん、茶野とかね、はい、非常に前半戦引っ張ってくれたしね。そうですね、で紅林に刺激を入れながら、うん、おそらく紅林が覚醒しつつあるし、はい、非常にあの刺激を与えながら野手は頑張ってると思うしね。そうですね、で交流戦ではね、頓宮選手も、まあ、頓宮なすごかったですし、頑張ってるな、だから吉田が抜けたなっていうのをあんまり感じさせない、はい、まあ、いたらもっと楽なんだろうけどさ、うん、まあ、感じさせないぐらいの、まあ、森の働きであったりだとか頓宮の働き、うん、まあ、杉本も今年はね、はい、昨年よりはいいし、うん、だからみんなよくやってると思う。そうですよね、はい、やっぱね、去年一昨年のディフェンディングチャンピオンがやっぱり前半戦この位置にいるっていうのは、うん、やっぱ安定して強いですね。まあまあそうだね、はい、さあ2位ロッテです。ロッテはやっぱりよくやったな、うん、最初は平沢大河とか藤原とか非常に若手がね、まあ、打線を引っ張り、山口も途中いなかったし、で山口が戻ってきた、でも4番を誰にするか軸を誰にするかって、で中村が悪かった、でどうするかってやったらポランコがそのうち打ち出してくれたっていうことも大きかったし、でその中でやっぱ打線をつなぐのに角中っていう選手がね、もうおっさんが頑張ってるよ頑張ってますね。いや本当に必要な選手だよね。でやっぱりこうキャッチャーの田村、田村が被ることによってこう投手陣が安定するというかさ、まあ信頼度が高いんだろうね、だから足を絡めながらいろいろやりくりをしながら
前半の前半を戦ってたけど、まあ、ここに来てやっぱり軸ができた、まあ、ポランコ山口っていうね、はい、で安田も良くなってきたし、はい、まあ、投手陣は西野とかね、うん、頑張ってたし、まあ、種市、うん、で美馬がどうかなと思ったらやっと勝ち出してきてるしね、はい、だからこれからも面白いと思います。おー、うん、じゃあ前半戦も、まあ、怪我人とかいてでもそこの代わる選手が出てきたりとかいい戦い方をしながら前半戦過ごせてきてるな、まあ、そうだね。吉井監督も安田を外したりとかね、はい、で代打に使ったらヒット打った、次の日スタメンから使ったら覚醒したとかさ、はい、刺激をうまく与えながらだよね、うん、でまあ、ショートの藤岡もそうだよね、はい、まあ、刺激を入れられてうかうかできないとかね、はい、まあ、そういうこともあるだろうし、だからまあ、やりくりは非常に上手だと思う。ソフトバンクです。ソフトバンク、うん、ちょっと最悪だな、うん、まあ、6連敗があったりだとかさ、はい、投手陣がちょっとピリッとしないな、まあ、打てないこともあるよもちろん、はい、まあ、一番誰にするかって言っていろんな選手を使ってみて、うん、ね、まあ、外野はもう中村でいいんじゃないかっていう言ってて、はい、それでもなおかつ使わないでいろいろ堂々巡りして中村になって、うん、で打線がちょっとつながるようになってみたいな、はい、途中は甲斐が打点を上げると負けないとか、ね、ない、うん、で甲斐もバッティングで最初悪かったんだけども頑張ってくれてみたいな、だから近藤もね移籍してちょっと慣れるのに時間がかかり、まあ、調子が出ない時期があったんだけども、うん、やっぱり近藤が打つと勝つし、近藤柳田こう続くと非常に爆発力が生まれるし、だから、まあ、そういう意味ではまだまだ物足りないけども、あそこはやっぱピッチャーだと思う、うん、モイネロ、オスナって、はい、2人がいるのにやっぱこの位置にいるっていうのは、うん、四死球絡みでやっぱ失点することが目につくんだよね、うん、だから、らしくないんだよね、はい、うん、だから、まあ、そこら辺がちょっと不満だったかな前半はね。前半、ただ今挙げたオリックス、ロッテ、ソフトバンクの3チームは本当に日替わりで順位が変わるぐらいこう接戦しながら前半戦も来てるなっていう印象がありますね。まあ、そうだね、はいはい、うん、まあ、その中で上位3チームを考えると、はい、やっぱソフトバンクは苦しみながらよくここの位置に耐えたなっていうようなことは言えるけどね。そうですね、うん、さあ4位楽天です。楽天乗ってきたよ、上がってきましたね。もう最初何やってんだよみたいな、いや本当そうでした、点は取れない失点はする、はい、ピッチャーが抑えたら点が取れない、打たれ出したら打ち返すみたいな、もう本当に歯車が狂ってるみたいな、そういう野球だったけども、いい選手がいるからさ、はい、いいピッチャーもね、ここに来て実力通りの戦い方がやっとできるようになってきたかなっていう、なんか交流戦になってから勝ち出すというか歯車がこう合ってきたのかなっていう、うん、毎年のペースはちょっと違うよね。逆ですよね、春先めちゃくちゃ良くて、これ楽天今年どうなってんだっていうのが、はい、夏場になってバテるという、ちょっと逆になってるよね、はい、だから、まあ、楽しみではあるけどね、うん、ただやっぱりこう前半の後半の方に村林というバッターが出てきて、はい、まあ、足も使えるし機能しだしたから、やっぱあそこは1番次第でだいぶ変わるな。いや1番がじゃあ楽天キーになるんですか、うん、今年はなんか春先開幕は辰巳で行ったんだけど、辰巳がもうずっと1番で座ろうかなと思ったら、まあ、もう途中からダメでね、はい、いろんな人をやっぱ使ったんだけど村林に落ち着きそうだよね、ようやく、うん、で小深田っていうのもしつこいしな、はい、うん、だからいい1、2番になって、うん、浅村とかにつながってくると、はい、点にはなるよね。だ前半戦の前半が浅村選手も打てなかったので、全く誰も打たなかった、誰も打たなかったんですよね、まあ、島内もね、はい、全くダメですよね、はい、課題はあるにしても、うん、やっとその本来の力が楽天は出してきたというね、はい、そんな感じはするよね。そうですね、で松井裕樹投手もね、まあ、セーブもそうだな、ね、上げてきたりとかありますので、まあ、フラフラしながらも、はい、まあ、楽しみは作ってくれたよね。そうですね、うん、さあ日本ハムです。5位になってしまいました。まあな、うん、日本ハムな、ちょっとここに来て連敗がね、前半戦の最後の方で、うん、でもね、面白い野球をこうやってるし、はい、非常にワクワクさせられる、まあ、エスコに舞台を移して、やっぱ守りにくいな最初な、本当に慣れないと非常に守備が大変だと思う、うん、だけどそれを慣れて最近ではファインプレーとかね、はい、守り勝つっていう野球もできるようになってきたし、成長は日々してるんだろうけども、まあ一時期4位になって今5位、はい、ね、セーブも上がってきてるっていうことを考えるとさ、そうなんですよ、田村に2回連続スクイズを外されたから、はい、ちょっと動きが止まったんだよね。
監督の、はい、やっぱね、いけなくなってんだよ、ちょっとサインが出せないというか、はい、あんまり動きを取らないんだよ、うん、走ることは走ってるんだけど、はい、やっぱそういう大胆なサインっていうのがなかなか出なくなってきてる。それは相手チームにも読まれて、もう読まれてるっていうことがあるんだろうね、はい、でね、6試合連続1点差負け。そうなんですよ。ただね、チャンスはなくはないんだよ、うん、だから、まあ、新庄監督がもっと大胆に動いてもいいのになと思う節はある、うん、まあ、別に強いチームでやってるわけじゃないし、はい、王道の野球はやる必要もないし、うん、やっぱこう奇襲をかけていったりだとかやっぱしなきゃいけないチームだと思うんだけど、後半になって動きがちょっと止まったな。そういう、まあ、打順を組むにしても清宮、万波、うん、1、2番どうなのかなと思うし、あ、そうです、ね、だからちょっともう少し落ち着いてもみんな実力はつけてきてるよっていうふうには思うけどね。そうですね、うん、まあ、ただ前半いいところといえば例えば加藤選手が、はいはい、まあ、出てきたりとか、まあ、ルーキーのな、はい、あー、まあ、10試合連続だっけ、はい、ヒット打ったりとかね、したし、あと田中正義投手がやっぱりそのセーブという意味で、そうだな、クローザーでプロ入り初勝利も初セーブも、はい、今はセーブ投手としてね、はい、タイトル争おうとしてるけどもね、うん、まあ、軍事を連れてきてみたいな、山本連れてきてみたいな、でいきなり使って活躍させたりとかさ、はい、まあ、いいところはたくさんあるんだけどさ、やっぱ次に期待することは結果だよね、はい、結果を求めて頑張ってほしいなって思うよね。さあ、そして西武です。まあ、西武はやっぱ雰囲気的にもいろいろありすぎて、そうですね、で怪我人もいるしさ、で予定してたそのラインナップではもう全くなくなってんだよね、はい、だからそこら辺の辛さもあるし、それに伴って点が取れない、点が取れなかったらやっぱエース級のピッチャーでも我慢しきれなくなる、はい、まあ、そうなってくるとやっぱ勝てるも勝てなくなる、うん、もう悪循環がずっとつながってるよね。抜け出せないですね。抜け出せないな、うん、ただ投手陣はどう見てもいいんだよ、はい、少し点を取って先にね、それを勇気に投げてもらうことっていうのがなかなかできないからさ、はい、だからやっぱりちょっと苦しいとは思うけども、でも投手力がやっぱあるチームっていうのは俺は最終的には上に来ると思うんだよね、はい、だから頑張ってほしいなと思うけどね。いやだから前半さ、本当におかわり君がこのチームにいてくれてよかったなっていう、まあ、ずっといるから、はい、まあでもやっぱあの存在感というのはでかいよね。大きいですね、うん、まあ、外崎も頑張って、で最初は源田もいなくてな、はい、で源田がやっとなんかこう野球のリズムが合ってきてみたいな、まあ、そういうところもあるし、キャッチャーもね、はい、古賀とかよく頑張ってると思うよ、うんうん、あとはやっぱどうやって点を取るか、どうやって打たせるか、はい、そこだと思うけどな。そうですね。でも西武本当苦しい戦いが前半戦に続いてるので、まあ、そうだな、うん、やっぱね雰囲気的に悪かったって、うんうん、ね皆さんそうですね、まあ、ざっとね12チームちょっと前半を振り返りましたけれども、はい、前半を振り返ったということはもちろんそうです、後半への展望だったりとか、はい、またあの月ごとの、ね、後半の順位予想だったりもあるので、はい、またこの後になるのか後の後になるのか、ね、出せるときは分からないですけれども、はい、次はじゃあその後半の展望も見ていきましょう。はい。